海上保安庁が計上した22年度予算案が760億円という過去最大金額になったという情報が入ってきました。今回は海保の760億円過去最大予算と大型巡視船やヘリなどの新造費などについて見ていきたいと思います。尖閣諸島や南西諸島を守るために必要な経費ということです。日本の海上保安庁の予算は令和4年度分の当初予算と令和3年度分の補正予算の合計で総額2618億円にも上るとみられています。そして今年2022年末まで令和5年度分以降向こう5年間の総額は1兆円規模にもなることが確実とみられているのです。この巨額な増額予算の背景には日本の領海をめぐる近隣諸国との緊張状態があります。2022年11月12日時点で南西諸島の一つである尖閣諸島周辺領海内に中国海警局の艦艇2隻が侵入していたことが確認されています。この周囲海域で操業している日本漁船への妨害が予想されるのです。こうした状況下、海保の艦艇は日本漁船保護のためいわば身を挺した航行をすることでその任務を行っていると思われます。同時に何回も何回も中国海警局艦艇への退去通告を行っていますが、当然聞き入れる相手ではありませんからいたちごっこです。中国が必要に領有権を主張する尖閣諸島ですが、実は台湾もそれらを自国領土という主張を継続しています。中国に言わせれば台湾は中国の領土であり、どんな手段を講じても統一を果たすと公言していますから、こんな現状でも結果的に中国のものという姿勢をさらに強めているのです。試験ですが、このような中国の主張の展開を防ぐためには台湾の主張、尖閣諸島が台湾領であるの背景になっている認識を政治的な手段で改めてもらうことはできないのかと考えます。そうなったら少なくとも中国が描いている三番論法、すなわち尖閣諸島は台湾のもの、台湾は中国のもの、ゆえに尖閣諸島も中国のものという展開は阻止できるように感じられるのですが、実際にはこの実現は無理なのでしょうね。台湾にも台湾の事情があり、対中国だけではない政治的問題があるはずでしょうし、現状でも海保はこうした尖閣諸島警備に向けた専従の対応体制を敷いていますが、今回の直近予算にもヘリコプター搭載型の大型の巡視船1隻および他2隻の巡視船等の新造経費を盛り込んでいます。緊迫する尖閣諸島の現状を鑑みた場合、海上保安庁予算の増額は日本の有権者からは必要不可欠な出費という考え方に多数の賛同が寄せられることは間違いないと推測できますが、扱いについては政治的観点から疑義とする意見もあります。その理由ですが、現在の岸田政権がこういった海保の予算を自衛隊予算と同様安全保障関連経費という括りに含めようとしているという指摘です。それでは防衛費の増額とは言えなくなってしまうという危機感につながっているためらしいのです。最近の日本政府の防衛予算目安としては、今年発生したロシア・ウクライナ戦争に直面している NATO 諸国の基準に倣う形で GDP 国内総生産対比で 2% にする方向を打ち出しましたが、形骸化するのではないかと懸念されているのです。要するに岸田政権は海上保安庁予算までも安全保障関連経費に混ぜることで総額を押し上げ、その結果として
GDP 対比 2% を達成したと示すという推測です。そんなことでは、日本の防衛力底上げにはならないという見方があるのです。日本の海保に相当する他の国の組織を考えると、アメリカであれば沿岸警備隊となりますが、完全にアメリカ軍の一部に含まれています。尖閣諸島等をめぐって対峙している中国海警局ですが、軍事警察に連なる準軍事的組織ですから、位置づけ破壊法とは全く異なる組織であることはお分かりでしょう。現在、日本が参考にしている NATO 諸国の中で、こういった沿岸警備隊的組織はどんな扱いかと調べますと、軍事訓練を行い、軍事装備を有し、軍の指揮下で行動を行う組織の経費は、国防費の中に組み込まれているようです。海上保安庁の場合、根拠になるものは、日本の国内法における警察権限ですから、その意味においては、NATO 諸国が定める沿岸警備隊と同等に扱うのは、政治的にもかなり無理がある解釈と考えられます。しかし、日本政府としては、そうした法解釈に整合性を持たせる理屈に、自衛隊法第80条を根拠として挙げているのです。これは、日本が他国から武力侵攻を受けた場合、海保が自衛隊の指揮統制下に置かれうるというものです。ところで、この設定は国民には知らされていましたか？こういった日本政府の理論展開とは、全く正反対の規則があります。それは、海上保安庁法第25条で、海上保安庁が、軍隊としての機能を有することを禁じるという文言があるのです。これと自衛隊法第80条は、完全に矛盾しますから、岸田政権としては、どうにかして、法解釈上の整合性を持たせたいと四苦八苦しているのでしょうね。現在の日本政府は、有事の場合、海上保安庁を自衛隊の指揮統制下に置く手順を定める必要性を認識しています。そのため、対応する新しい要領を策定し、その場合に備えた共同訓練等を事前に行うことで、クリアしようとしているとみられます。このように、政治的な駆け引きで、海上保安庁と自衛隊との連携強化を図る一方、安全保障関連経費として、総額で GDP 対比 2% にすることを意図していますが、見習っている NATO 諸国でも、国防費の中身に関しては一定ではありません。例えば、ロシア・ウクライナ戦争が始まったことで、多大な影響を受けた隣国ポーランドです。間近で始まった近代戦の被害を見て、陸上戦力の大幅な強化を打ち出していますが、国境警備隊という組織は、軍隊機能は有していません。しかし、予算上は国防費の中に組み込んでいると見られています。ポーランドのように、ロシアの脅威を喫緊課題として痛感している NATO 加盟国でも、厳密な意味での国防費内訳には、例外的な解釈が行われている現実があります。それを考えれば、日本だけが細かい政治的な整合性を追求する必要はないという意見もあるかもしれません。しかし、純然たる防衛費と GDP の比率対比ではなく、安全保障関連費との対比で 2% という形ならば、様々なインフラ整備費用や研究、開発費用などの広範囲の分野が含まれることになりますから、目標額が国防に限定されなくなり、形骸化するという恐れも確かにあるでしょう。現岸田政権が推進している方策に対して、政権寄りで保守的な論調の読売新聞社や産経新聞社の記事等では、形骸化を心配する姿勢を明確に示し、危うさを強く訴えているようです。
特に、産経新聞11月6日の記事は、海保、予算を安全保障関連費に組み入れて、GDP 対比で 2% にすることは、国防費の水増しに他ならない。また、海上保安庁も、純然たる法執行機関なので、軍隊ではないと述べています。つまり、日本政府が、今の形で、海保とその予算を扱うと、尖閣諸島等で、中国と何らかの衝突が発生した場合、日本側が、先に軍事的手段を講じたと、強弁される可能性があるので、悪影響があると訴えているのです。尖閣諸島等で何かがあれば、最前線で、最初に対峙するのが海保、ですから、国防予算をもらっていたら、中国が、日本が軍隊を使ったと歪んだ主張をしかねないと訴えているということですね。保守的で旧日本帝国好きな産経新聞がどうしたんでしょう。今までの論調を見れば、一番乗りで中国を叩け、とあじるのが当然だと思いましたが、岸田政権の方針をめぐっては、同じ政権与党の自民党内からも、産経新聞と同様、辛辣な意見が出ています。海上保安庁の予算等で水増しすることを批判し、防衛費そのものの増額を唱えているのです。こうした海上保安庁の予算をめぐる政治的議論が噴出する中、岸田総理大臣は、2023年度の予算編成、及び税制改革を通し、国としての財源をいかに作り出す、絞り出すのかについて明確にしていくという姿勢を示しました。いや、これ逆でしょう。原資を作るあてがないのに、支出計画を立てるなんて、一般家庭ではありえないですよ。この議論は、残り2ヶ月を切った2022年末に向け、着地点を模索すると予想されていますが、海保、予算を安全保障関連費に組み入れて、GDP 対比 2% にすることに、変わりはないように思われます。